日本代表瀬戸大也が1レーン、そしてハンガリー世界水泳の銀メダリストミラークが3レーン、日本チャンピオン水沼が4レーン、そしてリオ金メダリストスクーリングが5レーンに入りました。男子 100m バタフライ決勝レースが始まります。3レーン世界水泳の銀メダリスト、ハンガリーの19歳クリストフ・ミラーク。まあ、50秒6という素晴らしい記録を持ってますがね、はい、身長も大きいし非常に大きなダイナミックな泳ぎをしていますね。190センチの身長です。5レーン、ジョセフ・スクーリング、リオオリンピックの金メダリスト、アジア大会でも金メダルを獲得しています。いや、あのフェルプス選手を任した選手ですからね、はい、伝説のスプリンターがこの辰巳で泳ぎます。4レーン、日本チャンピオンです水沼尚輝、予選でも唯一の51秒台。世界の強豪との真っ向勝負で高さ楽しみですね。いやー、どこまでこの2人の、はい、世界の、ね、チャンピオンたちを、ね、はい、追い込めるかというようなところ楽しみですね。男子 100m バタフライ3レーンにハンガリーの19歳、世界水泳の銀メダリストミラーク、4レーンに日本代表水沼、5レーンにスクーリング、さらに6レーン川本もベストタイムは51秒34という非常に速いタイムを持っています。そして1レーンには瀬戸大也も入っています。瀬戸も5月のシドニーオープンで自己ベスト51秒94というタイムをマークしたばかりです。さあ、どんなレース展開、高橋さん予想されますか？そうですよね、まあ、スクーリングあるいはミラーク選手が50秒台を出す選手ということですから、もしこのタイムで組んであれば23秒台で折り返してくると思うんですよね、はい、非常に速いペースですね、だからまあこの速いペースの中でいかに後半、はい、日本の選手たちが勝ち打ちできるかというふうなことが、ね、予想されるのではないかなと思います。水沼も今シーズン日本選手権の優勝タイムというのは世界ランキング5位のタイムとなっています。はい、まあ、特にね、はい、水沼選手はね、後半がまた非常にこう、はい、伸びがいいんですね。だから前半並んでいくとですね、後半は水沼選手がですね、この2人を抑えるという可能性も十分ありますね。水沼は前半でミラーク、スクーリングに先行されても離されずについていって、後半自分の粘りで勝負したいとレースの前に話しています。7月の世界水泳のまさに前哨戦、世界のトップと日本のトップが揃いました。3レーンハンガリーのミラーク、4レーン日本チャンピオン水沼、5レーンにシンガポールのスクーリング。スタート、浮き上がってきて先頭争いほぼ横一線、5レーンスクーリングがいいスタートを切ったか。そしてまだ横一線の中で誰がこの後抜け出してくるか。そうですね、一線ですね、はい、まだ僅差の勝負になっている。6レーン川本もいい位置につけている。そして2レーン三浦もいい位置だ。さあ、最初の 50m、田中が取りました。田中が先頭、川本が2番手、水沼が3番手、外国勢を抑えて日本の3人が先頭に立っています。画面手前から2番目、7レーン、さあ、もう一戦ですね。田中もいい位置つけている。いや、これは高橋さん、大混戦になってきますね。いや、こうなりますとね、はい、水沼選手が強いかも分かりませんよ、はい、川本選手は粘ってますね。はい、6レーン川本も出ている。川本、画面の下から3人目、川本がわずかにリードしている。川本伸びてきた。さあ、タイムにも注目、どうだ。5レーンスクーリングが1着でフィニッシュ、52秒00、2位に水沼52秒09、3位に田中が入りました。田中のタイムが52秒16、川本は最後タッチがちょっと、そうですね、最後のタッチがね、もう一度ストロークちょっと合いませんでしたね、スクーリングがこのレースを制しました。52秒00というタイム。そして2位には日本代表水沼52秒09、そして3位には新潟医療福祉大学の田中優也52秒16というタイムです。いや、川本もいいところにいたんですが、そうですね、タッチが合うか合わないかというのが、ね、本当にこのバタフライでは高橋さん大事なんですね。そうなんですね、最後ちょっと失速しましたんでね、あそこはね、タッチがね合わなかったんで、もう一かきしたところでちょっとね、はい、一応ここですね、はい、あのまま伸びててもよかったかもしれませんがね、さすがにでもスクーリングはね、はい、こういった世界でもね、やっぱりレースを制してきてますからね、はい、うまいですね。最後はそこで合わせてくる強さがあります。リオ金メダリストシンガポールジョセフ・スクーリングがこのレースを制しました。日本代表水沼が2位でフィニッシュしています。